皆さん、こんにちは。滝沢ギター検定検定委員長の滝沢でございます。どうも、こんにちは。やり直し合格発表ということで、やり直し合格発表です。どういうことかといいますと、そのユーストリームで6月1日に合格発表を僕がユーストリーム上で生放送したんですけれども、ちょっとソフトウェアのトラブルでですね、録画ができなかったと。で、録画楽しみにしちゃうにとかね、都合悪くて見れなかったとか、なんで録画ないですかみたいな話がすごく多いので、まあ、簡単に YouTube 上で動画をアップロードして、やり直し合格発表させていただこうかなと。いう次第でございます。そんな感じです。やったー、合格発表やり直したけども、スタートするぜということです。とりあえず、まあ、受験していただいた皆様、大体100人くらいの方々がいらっしゃったんですけども、お疲れ様でございました。わー、その受験をするにあたって、その初めて動画を投稿するとか、初めて人前にこの、ね、ギターを披露するとか、まあ、いろんな気持ちというか、いろんなシチュエーションがあったと思うんですけれども、まあ、いろんな経験があったと思います。で、その一つ一つの経験ってね、やっぱりその、なんていうんですか、うん、ギター上達において、まあ、マイナスになることは決してなくて、プラスになることがすごく多いと思うんですよ。なんか知らない人からコメントついて嬉しいとか、自分 の、ね、その練習を客観的に見れていろいろ発見があるとか、他の人とこう見比べてみていろいろ発見があるとか、もうすごいたくさんプラスが詰まっていると思いますので、そういった経験をですね、もうぜひとも今後のギターライフに生かしていただければなと思う次第でございます。そんな感じです。で、とりあえず、まず合格発表をさせていただきます。お名前のほうを読ませていただこうかなと思います。ちょっとこの合格発表のところを飛ばしたよという方はですね、この辺にこうテロップが出てきますので、パン、ドン、ゴー、スッとテロップが出てきますので、そちらをクリックして、とりあえず抽選結果とかのほうに飛んでいただければなと。普通にお一人お一人お名前のほうをお呼びさせていただこうかなと、合格した方々の。合格発表をさせていただこうかなという次第でございます。いいですか？お名前を言わせていただきますよ。いいですか？合格発表を始めますよ。サクッと、さらっと。何事もなかったかのように。カッティング1級からいきましょう。カッティング1級、一番人気のカテゴリーで35名様の方が合格となりました。順番にお名前を呼ばせていただきます。サルモモさん、ノロコウセイさん、タカワイさん、高橋啓太さん、ヒーレさん、にぎりめしさん、クレイジーケンジワンさん、ゼマイティスさん、上野に傷心と書いてハートブレイクでしょうかね。上野にハートブレイクさん、リラックマさん、こうちゃんさん、滝ととさん、ホテイアオイさん、ゴメスさん、カズナリ山口さん、MA ギターさん、マメトミーさん、ジュンさん、山添さん、ミソラクさん、ミミガメさん、PAC、パックですかね、パック123、神崎、神の崎と書いて、神崎でしょうか、神崎でしょうか、神崎仁さん、ユータさん、JENO でジェノさん、フルメタル AS さん、フルメタル AS さん、ダンミツさん、ダンミツさん、ダンミツでしょうか、さん、ユータロウさん、パッドギターさん、遠藤さん、サムライセブンさん、ルナさん、カズナッカさん、ケッチさん、ハンクラさん、以上35名様の方が合格となりました。おめでとうございます。どんどんいきます。カッティング2級。カッティング2級は15名様の方が合格となりました。ビバークさん、清原涼さんでしょうか。気変に京で涼さんでしょうか。清原涼さん、忠義藤岡さん、スイカさん、ヤス1212さん、アットマークトヒロさん、フッチーさん、ピーマンさん、MATSN でマッツンさんってことでしょうか。マッツンさん、ノリベンさん、パンデモニウムさん、浜伝助さん、ガンドさん、メガネザルさん、足立浩太さん、広田さんでしょうか。足立浩太さん。以上の15名様の方がカッティング2級合格となりました。わー、カッティングさん行きます。5名様の方が合格となりました。スギちゃんさん、モモブルさん、魚の川と書いて、宇野川さんでしょうか。宇野川スペイさん、金貝渡るさん、ズチさん。以上5名様の方が合格となりました。おめでとうございます。わー、どんどんいきます。コードワーク。次はコードワークです。コードワークの1級もなかなか人気のカテゴリーで、22名様の方が合格となりました。順番にお名前の方をお呼びさせていただきます。サルモモさん、ノロコウセイさん、変形ギター中6さん、クレイジーケンジワンさん、上野にハートブレイクさん、ネスさん、ゴメスさん、カズナリ山口さん、MA ギターさん、ダンゴロウさん、ミソラクさん、ユータさん、ジェノさん、ダンミツさん、もっちゃんさん、ゆうたろうさん、パッドギターさん、GLDM さん、遠藤さん、マービー43、サムライセブンさん、テッチさん、以上の22名様の方が合格となりました。おめでとうございます。コードワーク2級、9名様の方が合格となりました。ビバークさん、清原涼さん、ナオさん、ヤス1212さん、金貝渡るさん、マッツンさん、ノリベンさん、ガンドさん、ビッテンさん、以上の9名様の方が合格となりました。おめでとうございます。カッティング3級は14名様の方が合格となりました。スギちゃんさん、アズタイ123、13、モーブルさん、
アリアコルグでしょうか。普通にギターメーカーのアリアとコルグで、アリアコルグさん、パンダ父さん、マキシさん、ピーマンさん、ジェイさん、滝和夫さん、万年ビギナーとマーク北海道さん、田友彦、木野村さん、友彦木野村さんですね、ウパカイさん、たくまさん、深夜健二君、深夜健二君です。以上の14名様の方でございました。おめでとうございます。新谷君は普通にアフタービートのギター科の男の子ですね。その次、スラム総合1級の合格者が、14名様の方でございます。野呂昴生さん、ペッテリーさん、騎士と書いてナイトさんと呼んだ方がいいですかね。ナイトさん、上野にハートブレイクさん、滝戸戸さん、ゴメスさん、アッパーさん、ダンゴロウさん、酒井義彦さんでしょうか。酒井義彦さん、メリーセブンウィザードさん、みそらくさん、ゆうたろうさん、だせさん、てっちさん、以上の方、14名様の方でございます。おめでとうございます。スラム奏法2級は7名様の方が合格となりました。清原涼さん、なおさん、和成山口さん、金貝渡るさん、ピーマンさん、サムライセブンさん、照明さん、以上の7名様の方でございます。おめでとうございます。最後、スラム奏法3級が4名様の方が合格となりました。サルモモさん、モモブルさん、POOH でプーさん、アッツーさん、以上の4名様の方でございます。おめでとうございます。わーっと。で、まあ、僕がその直接皆様 の, その動画を一つ一つチェックをさせていただいたんですけれども、ちょっと思ったことがいくつかありまして、それを紹介させていただこうかなと思います。とりあえずそのカッティングとかスラム奏法とか、割とこのリズミックな奏法が今回すごく多かったと思うんですが、やっぱりこの縦のラインというのはすごく大事だなとすごく思いました。なんていうんですかね。その演奏を聴いて、まずそのリズムが整っているか、そしてその次にそのノイズが出ていないかとか、その音がきれいに出ているかとか、でその音色は適切かとか、ね、その強弱がうまくできているか、メリハリがうまくできているかとか、でそのなんか全体的なその雰囲気だったり、印象だったりという感じになですか、そのステップとしてそんな評価をしていくと思うんですけれども、やっぱり一番最初にこの根本にやっぱりリズムがあるなと。リズムが整っていれば、割とどんなフレーズというか、ノイズが出ててもすごい整った印象、うまく弾けている印象になりますし、逆にどんなに、ね、その音色が良くて、ね、その左手、右手が早く動いたとしても、リズムが悪いとなんかこう全部こうガラ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 と崩れちゃうなと。こうね、いろんなこの要素があって、真ん中ら辺 の, この、ね、音色とかピッキングとかすごいいい感じなんだけど、リズムが悪いともそれが全部バー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 って落ちちゃう感じ。そんな印象をすごく受けました。特にやっぱカッティング、スラム奏法もそうですけど、カッティングそうですよね。なんか速くなったり遅くなったり。この左手が難しくなってきたりとか、フリング、ハンマリングに気を取られたりとかしてしまうと、右手が遅くなったり速くなったりする方、すごいいらっしゃいましたね。こんな感じで、なんか速くなったり遅くなったりすると、やっぱりこうガタガタした印象になっちゃうじゃないですか。これを、まあ、とにかく一定にする練習を皆さん心がけると良いかなと思いました。ちょっと僕のことだなと思った方はですね、その一定にする、メトロノームとかと合わせて、リズムを一定にするという練習をちょっとしてみてくださいませ。で、その次、スラム奏法ですごく思ったことがまたありまして、やっぱりこの動きが、なんていうかね、このちょっとコンパクトになるといいなって思う方がすごく多かったです。正直、この叩き系のギターというのは、その、なんていうんですか、人によって全然スタイルが違うじゃないですか。例えば、押尾幸太郎さんとペッテリ・サリオラさんのスタイルは全然別物ですし、アンディ・マッケイさんとかも全然違いますし、その叩き系のギタリストというのもですね、いろいろスタイルがあるわけで、まあ、今回のスラム奏法は、どちらかというと僕のスタイルというか、その滝沢スタイルみたいな話になってしまうんですけれども、もっと動きを小さく。できると良いなと。指先の動きとかすごいうまく使って、この腕の上下ですね、これをできるだけ減らしていただけるとすごく良いなと思いました。極端に悪くやると、こう。こんな感じで。その普通のこういうストロークに慣れてしまっているから、そのね、一緒に腕が動いちゃうんですよね、こう叩きながら。腕が、肘から先のこの動きが。でも、これをできるだけなくして、手首だけでこういう感じで弾いていけるともっと良いなと思いました。滝沢スタイルを目指すならば、この手首の動きをうまく使って、
ドンとパン、ドンパン、ドンパンと鳴らしていくと。そうすると、このね、ストロークをしながらきれいに、アタック音というかヒット音を出すことができますし、リズムも整ってくるかなと思います。ちょっとスラム奏法まだまだ練習したいなという方は、そんな感じで手首の動きに、意識を置いて練習をしてみてください。そんな感じでございます。で、合格者、合格したしてないに関わらずですね、受験していただいた方全員に、6月の2日の日曜日、夜8時、9時ぐらい、全員に、メールをさせていただいております。合否結果のメールですね。合格ですよ、不合格ですよ、と。で、何点ですよ、コメントはこんな感じですよ、と。そういったメールをですね、受験していただいた方全員に送っておりますので、ぜひご確認をしてくださいませ。結構メールが届いたいという方がすごく多くて、なぜかメール2つが非常に多数発生しております。あれ、ちょっとそんなメール来ないよという方はですね、お気軽に問い合わせをしてみてください。では、抽選の話ですね。抽選の話。今回26名様分そのプレゼントがありまして、その抽選をさせていただきました。もう、結果は出ちゃったので、その抽選結果だけ発表になってしまうんですけども、箱の中にこういう感じで、ね、その一人一人のお名前を書かせていただいたカードを用意して、箱の中に入れて、ここから、当たり、当たり、当たりみたいな感じで、やってたんですけれども、ちょっとこちらを発表させていただきます。まず最初、21名様分のプレゼントでございます。こういうメッセージカードですね。ピックとステッカーと、あと手書きのメッセージカード。こんな感じの滝沢ギター.comグッズみたいな感じなんですけど、この猫とか、こういったカードがありまして、ステッカーがちょっと切れちゃったから、21名様分という、すごい中途半端な感じになっちゃったんですけども、こちらをプレゼントさせていただきたいなと思います。で、見事、こちらのメッセージカードが当選となった方は、ちょっと順番にお名前を呼ばせていただきますね。ネスさん、アッパーさん、晩年ビギナー、アットマーク北海道さん、ダセさん、ヤスさん、ガンドさん、マービーさん、マービー43、GLDM さん、ウパカイさん、アッツーさん、ゼマイティスさん、イミガメさん、宇野川スペイさん、もっちゃんさん、高橋啓太さん、ナオさん、パッドギターさん、リラックマさん、アズタイ12313、アリアコルグさん、テッチさん、以上の21名様の方が、こちらのメッセージカード、ピックステッカー、当選となりました。おめでとうございます。そのまま次に行きましょうかね。で、またさらに5名様分、こういうのがありまして、こんなのも、抽選させていただきました。何かというとですね、こういう色紙に僕が一筆書きまして、額縁に入れたという、なんとも言えない商品になっているんですけれども、あれです。いらなかったら言ってください。全然別に大丈夫ですって、正直すごく邪魔になりそうなので、いらなかったら辞退をしてくださいませ。他の方の抽選に回させていただきます。とりあえずこんな感じで楽しんでいる会というメッセージを書かせていただきました。ひとまず音楽なんで楽しむことが第一だろうと、先決だろうという感じで書かせていただきました。この練習がしんどいとかね、やらなきゃっていうふうに脅迫観念に駆られることはあるんですけども、やっぱり楽しむ気持ちを持っていかないと続かないなと思うわけですよ。もう本当にね、これを受け取った方はですね、1日1回ギターって楽しいなと、もう叫んでほしいくらい、楽しんでる回、これを見た瞬間に楽しいよって、楽しんでるよって、バッチリ楽しいぜと言ってほしいなと思います。で、そんな罰ゲームをしなければいけない方は、ダンゴロウさんでございました。ダンゴロウさん、楽しんでる回、おめでとうございます。こちらを送りさせていただきます。次。パランパンパン。形より気持ちということでございます。そのギターの機材本体だったり、ピックの種類だったり、ピックアップだったり、シールだったり、アンプだったり、エフェクターだったり、いろんなことね、機材に関する悩みってやっぱり尽きないと思うんですよ。でね、そういうのをね、いろいろこうお金かけたりとかね、試行錯誤したりとかして、やっていくこともあるとは思うんですけれども、やっぱり気持ちの方が大事だなと思うわけです。すごいこう、さめざめした気持ちで弾けば、やっぱさめざめした音色になるし、楽しい気持ちで弾けば楽しい音色になるしと。結構、ギターってそういうものだと思うんですよね。音楽全般に関してそうかもしれないですけど。この額縁を受け取った方はですね、そんな機材うんぬんかんぬんよりも、まず自分の気持ちをですね、どうギターで表現できるかなと、そういったところに意識を持っていっていただけると嬉しいなと
思います。そんな罰ゲームをしなければいけない方はビッテンさん。ビッテンさんでございます。ビッテンさん、形より気持ち、おめでとうございます。次。こちらは、誰かのためにということでございます。こちらは先に言ってしまうと、握り飯さんが当選となりました。おめでとうございます。誰かのためにどういうことかと言いますと、この動画をご覧いただいている方は、大抵ギターをやっている方だと思うんですけれども、バンドをやっているとか、その誰かと組んでいるとか、そういったユニットを組んでいるとかの方に、何かしらの外の活動がないと、ギターって一人で練習することがすごく多いと思うんですよ。普通に教室とか通っているとか抜きにして、その家で、ね、ポチ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 と練習したりとかしているかと思うんですが、そういうのをですね、誰かのために弾くという、シチュエーションをぜひ用意していただきたいなと思うんです。友達もいいですし、恋人でもいいし、同級生、後輩でも先輩でもいいですし、あとご家族、兄弟でも構いませんし、姉妹でも構いません、お父さん、お母さんでも構わないですし、その誰かのためにギターを弾くということをですね、ちょっと一回実践してみてほしいなと思うんです。そうすると何が起こるかというとですね、意外とそういうのも面白いんですよね。自分のためにギターを弾くのも面白いですし、けどその自分が弾いたギターで誰かが喜んでくれるというのもすごく面白いと思いますし。で、一番手っ取り早いところとしては、親御さんだと思います。お母さんにラブソングを歌うとか、お父さんにラブソングを歌うとか、兄弟が仲良ければ兄弟でもいいかな。すごいね、子供からそんなラブソングを歌われて、喜ばないお母さんはいないと思うので、ぜひともお母さんで試してみてという言い方はあれですけれども、お母さんにチャレンジしてみて。誰かのためにギターを演奏する楽しみみたいなのを気づいていただけると良いかなと思います。握り飯さん、おめでとうございます。誰かのために。おめでとうございます。次。ちょっといい。日々これ、練習ですな、ということです。これ、僕の教則本とかにもちらちら書かせていただいているんですけど、よく言える言葉でございます。何事も日々の積み重ねによると、日々積み重ねをすることが何よりも大事だという話でございます。そう、なんですかね、劇的な、ね、解決法とか、ね、劇的な改善法とか、画期的な方法があるかとは、あるって信じたいところなんですけど、そういうのって意外とないですからね。ダイエットするためにやっぱりたくさん運動しなきゃダメですし、食事制限することも必要ですし、栄養を考えることも大事ですし、やっぱりギターが上手くなりたいなと思ったら、日々の練習は何よりも大事なわけですよ。練習なくして上手くなることは不可能だと。もう分かってはいると思うんですけど、なかなか、ね、そういうのをね、なんていうんですか。実感するところまではいけないですよね。分かってはいるんだけども、なかなか、ね、楽したいよね。けど、こちらの日々これ練習ですなを受け取る、上野にハートブレイクさん。上野にハートブレイクさんは、もう毎日5分、10分でもいいから、とにかく毎日毎日ギターを弾いてですね、ギター上達を目指していただければなと思うわけです。上達なんてのは日々の積み重ねに過ぎねえということですね。もうがっつり実感をしていただいて、日々の練習にのめり込んでいただければなと思います。最後。やればできるということでございます。これ、第1回目の滝沢ギター検定のときも全く同じ文言を書かせていただいたんですけれども、本当にその通りだと思うんですよね。やればできる。本当、この通りなんですよ。やればできるんです。やらなきゃできないんです。もう、これを受け取る方は、プーさん、POOH でプーさんなんですけれども、これを受け取った方はですね、ぜひとも、このやらない理由、できない理由を探す癖を、癖は別に持ってないですよね。そういう癖がついてたりとか、そういう思考が出てきたりとかしてしまったら、それはもうストップさせてください。とにかくやりゃできるんですと。もうやりゃできんだよと、常に思うことが大事でございます。できない理由を探しちゃダメです。そんな感じで、抽選結果の方を発表させていただきました。で、最後に、皆さんからのコメントをちょっと読ませていただきたいなと思います。受験申し込みをするときにその自由欄があったんですよ。もし滝沢に何か言いたいことがあったらどうぞとか、何か最近面白いことがあったら書いてくださいなんていう、そういう自由欄があって、その中にすごい皆さんいろいろこうバーッと書いてくださいまして、結構ちっちゃい字なんですけれども、本当ね、こういうコピー用紙にも11枚分、もうぎっちり埋まっちゃうぐらい皆さん本当にいろいろ書いてくれて、もう熱い思いをですね、ありがとうございますという感じです。もう中にすごい熱い思いがありますので、僕としてはすごく嬉しいコメントでした。本当にこういうのがあると。助かりますじゃないか。なんていうんですか。やる気が出ます。ということです。で、この中からいくつかコメントを紹介させて、最後に終わりにさせていただきたいと思います。まず、ちょっとご質問っぽい感じですね。
昔13歳、あ、私、今46歳会社員ですと。昔13歳で打楽器に興味を持って、18歳でバンドを組み、ベースギターを始めました。2年間で辞めて、それ以来ギターを弾かなくなりました。ふと45歳頃、昔に帰ってみたいと思いまして、憧れだったフェンダー USA を購入し、再度ギターを始めました。その時に YouTube の武田さんを拝見しました。この動画はあの頃の自分を蘇らせてくれたんだと思っています。また私の子供も私の影響でギターを始めました。私もこの先50、60となっても続けていきたいと思っております。こんな私でも上手くなれるでしょうかと。チャーさんや野村義雄さんみたいになりたいと思っておりますとおっしゃってますけれども、本当にこういうコメントすごく嬉しいですね。やっぱりこのいくつになってもね、なんかギターってやっぱ面白いんだなと。なんていうんですか、僕もまだ30の手前ですけれども、いくつになってもやっぱギター弾いていきたいなと僕もすごく思う次第でございます。で、最後のほうにこんな私でも上手くなれますでしょうかとありますけれども、もちろん上手くなりますよ。僕の教室にもその定年を過ぎてお仕事を終わられて、で昔から学生時代からそうギターって憧れだったんだよみたいな、いろいろフォークソングとか弾いてみたかったんだよねなんていう方がいらっしゃるんですけれども、やっぱその方々もですね、やっぱ家でたくさん練習していることもあるんですけれども、やっぱ着々とね、いろんな行動をされるなんていろんなリズムをできるようになってきて、でね、だんだんこうギターに慣れてきたらね、ちょっとこうふにふにゃっと弾き語りっぽいこともできるようになったりとかして、皆さん着々と上達されております。やっぱ上手くなりたいっていう心を持っていれば、もう誰でも上手くなると思いますので、もうその早い、遅い、ちょっとあるかもしれないですけれども、学生さんのほうが使える時間が多いとか、そういった理由であるかもしれないですけれども、いくつになっても絶対に上達はすると思います。頑張ってください。ギタースラップ検定とかやってみたいです。考えてみます。どこだっけ。今回のようにカラオケと同時に録音すると、オケの量がかなり上げているんですが、再生するギターとのバランスが取れたような気がします。やはりコンデンサーマイクと別につけて撮った方が良いのでしょうか。武田さんはどのように録画しているのですかという質問でした。まあ、あれですね、普通にこうカメラをポンと置いて、オケを流しながら、でそれに合わせてギターを弾くと。で、そのバランスがどうも取れないという質問なんですけれども、正直これは経験が結構ものを言うかなと思います。僕の場合はとりあえずそのコンデンサーマイクなんか全然使ってなくて、もうこのビデオカメラ、1本で済ませています。普通に何かしらトラックを流して、そのままギターを合わせと。で、このね、弾きながら、聴きながら、聴いて弾きながら、あ、このくらいの音量だなっていう、なんかこの感みたいなのがあるんですよね。これは何回も何回もね、繰り返してみて、コツをつかむしかないです。僕もたまにちょっと失敗しちゃうんですけれども、このくらいのバランスだったら、多分ビデオカメラのいい音量で流れるなぁなんていう感覚がありますので、それを繰り返してつかむしかないですね。で、コンデンサーマイク、を買った方がいいかななんておっしゃってたんですけど、別にそんなもう買わなくても大丈夫だと思います。もう今普通にも iPhone でも全然いい音で撮れますし、普通の Android とかの携帯でも全然いい音で撮れますし、ビデオカメラでもデジカメでも大丈夫ですし、コンデンサーマイクとか逆に扱いづらいと思いますので、あまりお勧めはしないです。高いですし、普通にそのままの機材で良いと思います。ちょっと頑張ってやってみてください。僕は普通にビデオカメラ1本でやっております。その次。高校生の頃好きな教科は何でしたかとありましたけれども、なぜこんな質問が出てきたのかわからないですが、一番得意な科目は英語でしたということでございます。英語です。というか、英語以外全部ダメでした。次、ギターを買う前から武田先生の動画を拝見させていただいておりました。もちろん弾きたいという気持ちはあったのですが、ギターを買っても正直できるかどうかの自信が全然ありませんでした。時折ネットなどでギターを買って1年経つけども、1曲も弾けないとか、ギターを買って半年経つけども、もうオブジェになっているとか、弾くことを諦めている人の書き込みを見るたびに不安になっていたのですが、ある日先生の動画を見つけて、これだけ初心者に向けて丁寧に解説してくださっている動画があるならと思い、ギターの購入を決意しました。ずっと欲しかったギターが我が家に来たときの喜びはきっと忘れられない思い出になります。とのことで、こんなコメントをいただきました。こういったコメントもすごく嬉しいですね。本当にこう意外なんですけれども、僕がその YouTube に動画をアップロードしているじゃないですか、ギターレッスン動画をこうたくさん。で、その動画を見ている人というのは、ある程度ギターを弾ける人だと僕はずっと思っていたんですよ。そのギターをある程度こう弾けるようになって、で、できないことがあったりとか、悩みがあったりとかして、で、そのレッスン動画に行き着いて解決するみたいなパターンはほとんどだと思っていたんですけれども、意外とギターを弾いたことがないんだけれども、ギターを持っていないし、まあ、興味はあるけれども、そんなに全然まだ買うまでもないよという人が意外と僕の動画を見ていたりとかするんですよね。これ何でだろうなと本当に思うんですけれども、ギター弾いてなかったら僕の動画全然面白くないと思うんですけれども、なんかいろんな人がギター弾いてないけれども、いつも動画見てますなんて
というメールとかコメントとかしてくださったりとかして、ちょっと不思議だなと思います。でも、まあ、そういう方がですね、こんな感じで決意をしてですね、ギターをこう、ね、買って、でその日々練習にのめり込んでいただいたりとかすると、僕としてもですね、やっぱ動画作ってよかったなとかって思いますので、すごくこういうコメントは嬉しいですね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。見ず知らずの人のコメントはこんなに嬉しいものとしましたという、コメントもありました。どういうことかといいますと、その滝沢ギター検定という動画を、まあ、皆さんがこう受験する皆様が上げましたよね。で、その動画にこう誰かしらこうコメントをしたと。で、そのコメントがこの、ね、肯定的なコメントだったみたいなんですけども、そのコメントがまあすごく嬉しかったと。見ず知らずの人にコメントしてもらうのはこんなに面白いものなのかなと。興味があるなというふうに思っていただいたというコメントなんですけれども、これは本当にその通りだなと思いますね。特に今回はその滝沢ギター検定という、もう一つのコミュニティみたいなものじゃないですか。その受験していただいた方々がその、ね、もう身の味、目標意識を持ってその滝沢ギター検定というタイトルをつけて、まあ、その練習をして動画をアップロードしてくださったんですけれども、そこでもう一つのこうコミュニティができている感じ、まあ、実際できているんですけれども、その中でやっぱり、ね、その悪さするという言い方はちょっとあれですけれども、まあ、皆さんやっぱり好意的に評価してくださると思うんですよ。お互いにもう一朝ですよね。もう皆さん同士もですね、ぜひそのコメントをしたりとか、高評価をつけたりとか、そのチャンネル登録したりとかして、いろいろつながっていただけるとすごく嬉しいなと思います。なんでかというと、僕がそういうところをちょっと狙っているというのもあるんですよ。その一人でギターを練習するんじゃなくて、インターネットでもいいから、なんか誰かとつながって、ね、そのギターの楽しみを共有していただくと、まあ、そんな狙いもあったりとかするので、ぜひとも、なんていうんですか、コメントをつけられて嬉しいなと感じましたら、もう皆さんからもどんどんコメントをしたりとかしてみてくださいませ。そうすると僕もすごく嬉しいです。ところで質問です。コードストロークやカッティングの時の右手の薬指、中指、小指ってどうすればいいですか？人によって閉じたり開いたりしているようなのですけれども、どうなんでしょうか？握って弾くと手首が柔らかく大きく動いてくるような感じがして、ストロークはしやすいんですが、ブリッジミュートやタウンピッキングが入っていると強く握った手を開いて弾かなくてはならず、単音は開いた方が圧倒的に弾きやすい。なんといろいろありますと。どうしたらいいでしょうかと。竹谷さんは動画によって半開きだったり閉じたりしているんですが、教えてくださいませという感じなんですけれども、僕は基本的に閉じタイプだと思います。なんでかというと、その、ここに当たるからですね。普通にこうピックを持っていたとして、カッティングとかするときは大体閉じている感じです。開いてても別に構わないんですけど、そうすると当たるんですよね、この辺に。これがちょっと嫌なので、単純に閉じている。それだけの理由です。人によっては全然こう開けっぱなしでやっちゃったりとかする人もいると思いますし、半開きみたいな状態のときもあると思いますし、これは全然やりやすいところで良いかなと思います。これが正解というのは特にないので、閉じた方がやりやすいかな、開いた方がやりやすいかなと、両方試してみたりとかして、自分のスタイルを見つけていただければなと思います。僕は半閉じ、半開きか。半閉じ、半開き。もしくはもう完全閉じという感じですかね。別にギューッと握っているわけじゃないですよ。本当に軽く握っているだけです。指を曲げているだけというか。僕は第2回滝沢ギター検定が開催されているのを知ったのは5月の6日頃でということだから、これ結構ギリギリですよね。5月の6日頃で、これは完全に出遅れたなと思っていたんですが、委員長の分かりやすい解説動画を、通学中やバイトに行く電車の中で何度もみたいなモチベーションを維持できて、とても練習がはかどり完成した後の達成感と自分のスキルアップ感を感じることができましたと、こんなコメントもいただきました。こういうのもすごく嬉しいですね。やっぱりその移動時間、電車とかバスとか使う方は特にそうですよね。移動時間を有効活用するというのはすごく大事なことだなと思うんですよね。そのいろんな音楽を聴くというのももちろん構わないんですけれども、まあ、このコメントを書いてくれた方は、多分僕のことをすごい好いてくれている方だと思うので、こんなことを言えるんですけれども、まあ、その好きな人を、ね、その YouTube の動画でこうひたすら見たりとか、まあ、僕の動画でも構いませんし、好きなアーティスト、好きなライブとかでも構いません。まあ、そういった何かモチベーションを上げるものをこう活用するという感じでしょうか。そういったものをです、ね、またこう取り入れたりとかすると、すごく面白いかなと思います。もう1秒たりとも無駄にしないみたいな感じですかね。ちょっとこうストイックな感じがしますけれども、まあそんな感じです。やはりまだ Google Chrome で対応してないことが多いみたいですと。ああ、これはあれですね、その不具合の話ですね。受験票に記入していただくときに、最初ちょっと不具合があって、何件かその申し込みができないというお問い合わせをいただいたんですよ。これは JavaScript をオンにしているかオフにしているかの差だったんですけれども、ちょっとこれスタッフさんといろいろこう、ね、すぐに連絡を取り合って、
そのスクリプトをオフにしてても記入ができるようにさせていただいたんですけれども、その際は本当にご迷惑をおかけしました。すみません。ちょっとこれは今後の反省点ですね。エリキベースの検定なんかあったら良いなと思います。考えてみます。では、個人的になんですが、もう少し練習時間が欲しかったですとのことで、動画を公開して、滝沢ギター検定第2回始まるよ、わーってなってから受験受付まで、まあ、約1ヶ月だったんですけれども、これはどうなんですかね。1ヶ月って短かったですかね。ちょっとこれ、皆さんのご意見を伺いたいなと思うんですけれども、僕とスタッフさんの考え方としては、これが2ヶ月、3ヶ月ぐらい続くと、中たるみ現象みたいなのが起きて、まあ、最初のほうちょっと練習して、もう真ん中忘れてて、最後のほうに慌てて練習する、もしくは最初のほう練習して、忘れてて、忘れてて、もう忘却の彼方みたいな。こんなパターンがあるんじゃないかなということで、1ヶ月というのはちょうどいいと思っているんですけれども、どうでしょうか。もっと短くてもいいよとか、もっと長くてもいいよなんていろいろご意見がありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいなと思います。はい。料理セミナーだけでなく、ぜひギターセミナーもやってください。お願いします。すみません。はい、かしこまりました。締め切り最終日の午前、初めて自分の演奏を撮影しましたが、ダメさが明らかになり、ショックを受けております。でも、ここまで練習したので、思い切って参加をすることにしますと。というコメントもいただきました。結構、初めて自分の演奏を客観的に見るという人が多かったと思います。なんかショック受けますよね。いや、こんな俺できてないのと。これ、誰でもそうなんですよ。初めて客観的に自分の演奏を見たときに、もうへこむのはもう当たり前のことで、もう誰でもそうですね。僕もすごいへこみました。声とかもそうですよね、歌声とか。もう何かしら、もう自分が弾いているときはもうこっちに夢中になっちゃってるからね、なんか勝手にイメージの中でこういうふうにできてるんだろうなとかって思ったりとかするんですけども、意外と客観的に見ると、できてねえぞ、これと。うわ、マジか、俺こんなんか恥ずかしいな、これで俺できるとかって調子こいてたのかと、なったりとかするんですけども、でもそのへこみも上達の第一歩なんですよ。これ本当です。そのへこみも上達の第一歩です。やっべ、俺こんなからマジ超ショックだなって思ったらへこむと思うんですけども、へこんでると思うんですけれども、それがあるとまたギターがめっちゃ上手くなるんで、もううわ、マジか、やった、俺超へこんでる、すっげえへこんでる、マジやった、やったぜみたいな感じで、へこみガッツポーズしていただけると嬉しいなと思います。いや、これはマジだぜ。じゃあ、そんな感じでしょうか。一応コメントが以上でございます。まあ、いろいろと他にもたくさん紹介させていただきたいコメントはあるんですけれども、まあ、ちょこちょことピックアップさせていただきました。そんな感じで、まあ、第2回のやり直し合格発表は、まあ、以上でございます。とりあえず、まあ、合格発表と抽選結果とコメントを読ませていただいたくらいなんですけれども、本当はね、本番ではもう一人ゲストがいて、そいつとこうセッションしたりとか、ギタートークしたりとかしたんですけれども、ちょっと今回は一人なので、これで終わりにさせていただきたいなと。思います。そんな感じでしょうか。結構もうこちらのコメントの方にもですね、その第3回目期待してますなんていう話があったんですけども、多分第3回目ないっすね、これはね。もう結構な勢いで言い切りたいぐらい、多分第3回目はないですね。ないです。いささかちょっと大変すぎると、結構いろんな生活がぶっ壊れる感じになってしまうので、まあ、やるとしたらですけども、やるとしたならば、この滝沢僕がそのやっているその滝沢ギタドットコムが株式会社になって、そのスタッフさんが3人、4人くらいになってきて、僕の作業量がすごく減ってきたらあり得るかもしれないですね。とりあえず今、僕とそのスタッフさんの2人体制では多分やらないと思います。ちょっと僕のスタッフさんもヘトヘトな感じなので、まあ、最後にこんな愚痴っぽいこと言って大変申し訳ないんですけども、多分ないと思います。で、まあね、すごい大変だったんですけども、皆さんからね、参加してよかったですとかね、面白かったですみたいな声をいただくと、やっぱりやってよかったなと、すごく思うところが大きいなと思うんですが、まあ、別にこれで終わりってわけではなくてね、まあ、練習素材として活用していただくのもいいですし、今回カッティング3級合格したけれども、ちょっとここからね、時間をかけて2級、3級とどんどん自分のスキルアップをするぞみたいな感じで活用していただくのも構いませんし、まあ、そんな感じで、どんな場面でもいいから、もうね、このコンテンツをまた利用していただけると嬉しいなと思います。普通に、ね、検定が終わっちゃっても、滝沢ギター検定弾いてみたみたいな感じで動画をアップロードしてもすごく面白いと思いますし、ぜひともいろんなところで活用してみてくださいませ。そんな感じでしょうか。じゃあ、これで少々終わりにさせていただきたいと思います。そうですね、結構喋ってますね。結構一人でもベラベラ喋りますからね。ごめんなさい、ちょっと時間があまりなくて、すごい早口言葉になってしまったんですけれども。そんな感じで終わりにさせていただきたいと思います。また、通常のレッスン動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。